今日は今月初めに韓国ソウルで行われたアジア調査報道会議についてチンプイプイコメンテーターでおなじみのジャーナリスト立岩洋一郎さんのリレポートをお送りします、はい、立岩さんは調査報道 NPO ニュースの種の編集長としてこのアジア調査報道会議に参加されました、はい、ニュースの種では2011年3月の東京電力福島第一原発の事故の直後の 放射線量のデータを分析して東京など首都圏の放射線量が非常に高かったということを発表したそうですはい、うん、その発表の内容とアジア調査報道会議の様子についてお話を聞きましたジャーナリストの立岩陽一郎さんにスタジオに来ていただきましたよろしくお願い,いたしますどうも 立岩さんは,、ねははい、NPO、えー、ニュースの種の編集長として調査報道に携わっていらっしゃいますが、はいえー、10月6日、そのニュースの種のスクープとして、はい、原発事故直後の首都圏の放射線量について発表されました、はい、あのそもそもニュースの種という組織はどんなことを、ねうん、あの目的に活動されていらっしゃいますかそうですね、あのーまあ、調査報道というふうにわれわれ言ってますけど、はい、要はまあ政府が発表したものではなくて ニュースのまさに種というか、ですね、うん、その自分たちで掘り起こしていって、まあ、特にあの公的な資料というのはいくつもあるんですよね、はい、今回の,あの件もそうなんですけども、これはもともとアメリカ政府が、ですね、これ、僕らも驚いたんですけど、事故の発生直後ですよね、うん、アメリカ政府がものすごいあの日本各地で調査をしている。 まあこれは調査をしてるっていうのは言われてたんですけど、そのデータが実はあったと、はい、でそれを近畿大学に当時おられた山崎秀夫先生という方が、実はダウンロードしていて、でその存在我々聞いたときに、あ先生、これ、ちょっともう一回見てみましょうよっていう話になって、うん、まあいくつか見ていくと、うん、まあ、 えー首都圏って実はこんなに放射線量高かったんですかっていうのが、そのデータから見えてきたということなんですね。うん、だから、何も別に特別な能力もなくても、あるデータをその読んでいくっていう作業によってこう見えてきた、それを発表されたのが、この韓国のアジア調査報道会議だったわけですけれども、そ,ね、その会議自体、どんな会議なんでこのアジア調査報道会議というのは、うん 2014年に、まあ、あのフィリピンで第1回目が開かれて、はい、まあ今回、各年で開いてるんで、3回目なんですが、うん、これはです、ねまあ、アジアのジャーナリストたちが一堂に会して、まあ、自分たちがどういうその仕事をしているのか、うん、どういうふうに取材をし、どういう困難があり、どういうところで苦しんでいるのかということを共有して、まあ、なんとかあの共有した結果、さらにいいものをアジアに。うん 根付かせようということで始まったんですね。私2014年の最初から参加してるんですけど、はい、当時はですね、うん、要はで、ね、例えばあの、うん、インドとかパキスタンとかまあ南、はい、あの中央アジアとかからまあ東の日本韓国 いろいろあるわけですよ、広いですよね、じゃ国ぐらい参加するもんなんですか最初あんまり多くはなかったです今回は47カ国から440人って、すごい人数来たんですすごかったですね、つまりでもね、47カ国っていう数字がね、示すとり、ものすごいやっぱりバラエティー飛んでて、例えばですよ、いや、その。 南アジアとか中央アジアで起きてる状況で、日本と一緒に議論して、いや、でも日本はもうちょっとまっとうだからと思ってたんですよ。これ2014年の段階でね、最初に。これね、みんな言ってたんですよ。いや、フィリピンの話と日本の話ちょっと一緒じゃないよね、みんな言ってたんですよ。ところがね、今回3回目あって、韓国でみんな議論して、まあ、私は発見を持ったのは、何んの違いもない。 違いがないもう何の違いなの、<ー>もうつまり、どこで起きて、どういうジャーナリストが何をしているか、うん、どんな苦しみを持ってるか、これで、ねうん、全部日本と同じですよね、うん、ただ、日本人は気づいてないですよ、うん、まあ、それは言ってしまえば、日本のはっきり言って民主主義が劣化していると、うん、あ逆に、うん、あのそういう他のアジアの国々の民主主義は、それ、よくなってるかどうかは別でしょ、うん、だけど、ジャーナリストがもうとにかく戦って、 権利をを勝ち取ろううという戦い戦続けてるんですよねそれ結果的にはね、全く同じ問題が、同じ土壌で議論できる状況に今もうなってるということが、私にはショックでした、はっきり言って。 その日本が、その民主主義がどん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 劣化してるっていうのが非常にショックですね、これ本当そうなんですよ。でね、例えばこういうことなんですよ。ジャーナリストが集まりますとね、日本で言うと、いや、私は安倍総理と電話で話ができますみたいなね、ジャーナリストがイメージされるわけですよ。こんな人は呼ばれないんですよ。そうするとね、日本から参加者ってそんなにいないんですよ、はっきり呼ばれるような参加者いないですよね。 やっぱり、権力を持ったものに、日本のやっぱりメディアはどうしてもこう近づいていくわけですよね。最近その傾向が強い、ね。ますます強いですよね。そうそう、うん、まあ近づいてるジャーナリストたちも口をね、うん、開ければ、いや、我々は権力を管しますと言いますよ。うんうん、本当ですかっていう疑問が今、うん、多くの人が突きつけられてるわけですね。 でやっぱりアジアのそこに集まる440、うん、名、うん、ジャーナリストたちというのは、多くはやっぱりその戦って、中には逮捕され、うん、拷問受け、そういう経験を語っていくジャーナリストたちがまあ多く集まっていると、うん、これもやっぱり、われわれは本当、考えなきゃいけないなと思いますね。うん 今立岩さんおっしゃったように、本来、ジャーナリズムの役割っていうのは、うん、権力の暴走を止めることなんですよね、うん、その暴走を止めるということは、要するに市民の側に立つわけですよ、市民の側に立って、その権力に向かい合わないといけないんですけれども、日本のジャーナリズムを今見ると、どうも権力にすり寄ってしまっている、うん、その結果がなんか民主主義の劣化につながってるということですね。まあそうですね 矢野さんが今おっしゃった部分でいうとね、若干ね、そこがまたちょっとよじれてくるんですよ。というのは、今回私が出て、頭の中に残った単語が2つあって、1つがソリダリティっていう、連帯ですよね、連帯とか団結とかいうもう1つがディスインフォメーション、これは日本では一般的にフェイクニュースと言われてますけど、まずね、ディスインフォメーションからいくとね、 政府、あるいは権力を持った人が、あ嘘の情報を意図的に流すということが、もうすでに、アジア全般でもインターネットも普及してますから、インターネットを使うなどして、流していくということがまあ行われてますと、それのターゲットがジャーナリストになってるわけ、特に権力に抵抗して、権力の腐敗を暴こうとするジャーナリストが、そういうネット上で、 批判の対象になっていくわけですね正しいことを言おうとすると、うん、それを、そうするとですね、はい、ジャーナリストを、まさにね、うん、今、市民のがって言ったら、うん、市民が、はい、実はジャーナリストの敵に回るケースが出てきてる。<ー>大多数の市民が、例えばフィリピンで言いますと、うんうん、今の大統領を支持する市民ってたくさんいるわけですね。うん、その市民が、この大統領の不正を暴こうとするジャーナリストたちを、一緒になって、排撃していくということが起きてる。 っていうことなんですね、えー、実はそれが、日本でも起きてるじゃないかと思わせる節ってあるじゃないですか、やっぱりその例えば、ね、あの政府に厳しい質問をした記者が、ネット上で吊るし上げられたりとか、ね、反、はいえー、日とか、日本人じゃないっていうようなことも言われたりとかですね。 でそこでもう一つの用語の,そのソリダリティ、うん、まあ連帯っていうのが、実はものすごい大きな意味を持っていて、はいうん、それはまずはですね、うん、ジャーナリストとそういうその市民ですね、うん、が本当にもう一回連帯できるのか、うん、その連帯のあり方を模索するっていう動きが着実に始まっているで、これはもう日本なんかよ、うん、早いですよね、うん、もうそういうことをやっているとで。もう一つは、うん、一つの国で、一つのジャーナリズムが戦う時代はもう終わったと。うん、つまり 多くの国が政府の力強いわけですよ、アジアはね。の中で、その国の中で戦うということではなくて、隣の国、あるいはもっと向こうの国のジャーナリストと手を携えることによって、ある一つの国の権力に対して立ち向かうということもできるし、もうすでにいろんな問題が顕在化しているのは、国境を越えたさまざまな問題が起きている。 国を越えたジャーナリストが連携をするということが、ですねもう実際行われている、それもね、日本なんかより先行っちゃってるわけです一例で言いますとね、例えば水産加工物ってうのは、日本は比較的安く、魚の缶詰ですね、行ってしまえば手に入って、みんな喜んでるわけで、これがちょっとでも高くなると、高くなると騒ぐわけですところが、じゃあ実際こういうものはどうやって取られてるかっていうのは、もう。 アジアのジャーナリストたちが今、力を合わせて取材している、そうするとですね、ネパールだとか、インドネシアなんかの漁村にいる貧しい人たちが拉致されて、それが漁民として働かされて、ほとんど奴隷のような形で働かされて、しかも働いてないときは、もう牢屋みたいなところに入れられてっていう劣悪な環境で働いて、それが。 えー、まあ、タイなんかを中心にですね、そう、缶詰工場なんかに持っていかれる。うん、つまり、ほとんどタダみたいな形で、魚が取られて、うんうん、缶詰工場で缶詰やって、そこはどこ、じゃあその魚、どこ行きますか、うん、最終消費地は、日本やアメリカなわけですよ。ところが、日本では問題さえなってないわけですね。はい、そうですね。 それはなぜかってやっぱジャーナリストはそれと関わらないからなんですね。だからそういうことも含めて、うん、いろんなことをやっぱりやらなきゃいけないっていう。うんうん、それがまさにソリダリティっていうものがキーワードの一つになってるけども、日本にはそれさえ来てないわけですよ。そうですね。米下記事の蟹高専を今思い出しましたけども、まさに、ね、がまさにそうですよね。<ー>だから蟹高専の乗ってるのは、うんうん もう日本人ではないわけですよね、すで、ね、にね、ある意味では、うん、ところが、そういったその調査報道のこの日本の遅れというのは、これ、非常に問題だと思うんですけれども、まだこの日本にはあんまりなじみがないような感じこれね、矢田、うんね、さんも,も分かると思うんです、うん、つまりね、日本のジャーナリストって、うん、あなたは本当に権力を監視してるんですかうん、うん、って聞かれると、私は権力を監視しろってみんな言うんですよ。 もうなんか政権にべったりのような評論家とかでさえみんな言ってるわけですよ。でもね、それはまず権力に近づこうとするわけですね。で、権力に近づいて、本人はね、権力に近づいてそこから権力から情報を引き出して、だから権力を監視してる言うんだけど、旗から見たらね、監視してないでしょ、全然。そうですよね。権力に近づくことがもう目的になっちゃってるわけですね。で、このね、やっぱりなかなか歴史が、 重いんですよ、うん、そうすると、そうじゃないことをやろうとしても、うん、なかなか評価されない、うん、危ないとか、今ですね、うん、そのアジアの中で、この調査報道会議でも議論になったのは、うん、みんな逮捕されて、牢獄にいられているわけですね、それでも戦ってるわけです。はいでね、やっぱり一つ事例で言うとね あのマレーシアの,、ねうん、その風刺の漫画家ですよ、はいはい、政治風刺の、うん、もう5回逮捕されてる、その人が、ねまあ、釈放されて出てきて、言うんですよ、明るく、うん、俺は何度でも逮捕されてやる、うん、もう全然負けてないんですよね、うんで、彼が言ったんですよね。いつまで書くんだって言われたから インクがなくなるまで書く。しかも、インクがなくなったら補充する。やめないということですね。もうね、それをね、明るく言うんですよ。で、僕ね、まあこれはね、ちょっと大げさな言い方かもしれないですけど、日本だってね、もう時間の問題だと思いますよ、ジャーナリストが逮捕されるのはね。特定秘密方法ができましたよね。できたわけですよね、もう。いつ逮捕されてもおかしくないですよね。で、そういうものに対して、やるならやってみろっていう、そのぐらいの気構えをね、持たないと。 ダメなんですね,ねということを私も知りました初めて、はい、そんなアジア調査報道会議で立岩さんのニュースの種が発表したのは福島の原発事故直後の首都圏の放射線量の分析です、はい、実はアメリカ政府が原発事故のあと日本の各地で放射線量を計測そのデータを公表していました、はい 公表されたデータを分析すると、日本政府が許容範囲としている空間放射線量をはるかに上回る地点が東京など首都圏でも非常に多くあったということなんです。まあ、それアメリカがですね、うんはい、ずっとそのまあ特にアメリカ軍が置かれているところをこう調べていくわけですね。うんはい、今その政府が言っている一つの基準っていうのがあるわけですけれども、これは年間で。 1>, 1ミリシーベルトっていう被ばく量までは許容しましょうって言ってるわけですね、これをですね時間に換算すると、はい、ちょっとこれ、うん、0.23マイクロシーベルトパワー,ー、うん、つまり1時間に0.23マイクロシーベルトという数値は、うん、浴びないほうがいいわけです。そ、うんうん、そこがが、まあ、が許許容容範範囲囲の下要はですね我々はそのデータが 2万2000もあるんですけど、それをばーっと見ていった中で、全部じゃないですけど、ある程度1万ぐらい、特に首都圏ですね、首都圏を見たときに、0.23マイクロシーベルトパーアワーを超える数値というのが、6000を超えるわけですよ。半分以上はもう。そうなんですか。で、これもね、要は全部かどうか分からないそのアメリカがどこまでやっているかも絶対、全体的に分からないですね。で、まあそういうふうに言われていると。 中にはですね、うん、ちょっとレベルが年間で換算したときに、20ミリシーベルト超えるとこもあるんですよ、うん、20ミリシーベルトというのはね、ねつまり福島でいまだに帰還困難地域ですよ。はいうん、帰っちゃいけないとこなんですよ。<laughs> もちろんね、これはまあずっと浴びたらだから、うん、だけど、瞬間的であるにせよ、うん、そういう数値が計測されてるということは、うん 実はやっぱり公表されるべきなんですだからわれわれもやっぱ今回、公表に踏み切ってるのは、危険だって、大騒ぎしろっていうわけではなくて、つまりこういうデータがあって、こういうデータをどういうふうにねあの見たらいいのかっていうことも含めた議論をし,たしなきゃいけない、その議論がないんですよ、日本はね。で、ですねこれ、政府にも当然ね投げたわけですよ。でその 10月の6日には、これ、発表しますから、それまでにコメントくださいと言ってたんですね、10月6日の朝に、政府からメールが来て、こういうメール、っ最初は環境省に聞いたら、環境者知りませんって言ったんで、すね環境省がね、いや、アメリカ政府の情報は必ず外務省通って入るから、外務省にまず問い合わせた方がいいですよって言われて。 で、まあ、割と親切に教えてくれたんですけど、で、外務省に問い合わせたら、外務省の回答が10月6日来たんですけど、それはね、ちょっとね、難しいかなんですけど、データについては、まあ、知っている。知っている。ようだと。知っている。ようだ。知ってる。正解ね、知っているよし。よしっていうただ、それがどういうふうな経路で入り、どのように使われたかは、当省、つまり外務省では確認はできない。 でもこれでもね、実は大きいんですよ、要はね、あっ、じゃん知ってたんですよこのデータがあるということは知ってるわけですところが、当時、何が起きたかっていうと、3月にあの11日に、不幸にしてこういう状況が生まれて、水素爆発などが起きたわけですね、放射性物質が漏れてるんじゃないかあ実際、一部漏れてたわけそれは分かってるわけですね。その時にアメリカ政府はいち早く 80キロ圏内のアメリカ人の退避勧告を出したんですよ。つまり首都圏にもいちゃいけませんよと言ってるわけですところが、日本政府はそれは極めてあの間違った判断だという反論をしてるわけですでも そうではなかったかもしれないですよね、<れ>っていう、<ー>もうこのデータから言いまですよ、<ー>だからアメリカ政府はこういうデータを見て、うんうん、いや、これ危ないと、うん、だからやっぱりアメリカ人は、うん、まあ一時的にせよ、退避してくれという勧告を出したわけですね、それは従,従わない、いろいろありますけど、まあ、多,多くの人はしたかったうんですよ。あの 本当にアメリカ人だけじゃなくて、ヨーロッパ人も含めて、みんな東京からいなくなったわけですね、それに対して、非常にオーバーな反応だというのが、日本政府の反応だったわけですね、じゃあ、このデータがもしあったとして、なんでそんな反応ができたのか、これ、非常に今後のわれわれの取材課題ですね、だからデータがありますと、データに対して日本政府はどう向き合ったのか。 今度、データをどう生かしたのか、あるいは生かさなかったか、生かさなかったとしたら、どのような判断で生かさなかったのかっていうことも含めて、やっぱりそこをほじっていく必要が出てきてると、そういう意味ではね、データっていうのはあるんですよね、共にでも、いろんな人たちが、大学の先生が持ってるデータもあるし、でもそれがこう。 なかなか日の目を見ない。うんうん、で、まあ、我々が書いたから日の目を見るかどうかは別ですけども、うん、でも、そういうものをこう精査していくことによって、うん、実はこうだったよっていうことは言えるわけですよね。うんうん、で、今回、私もあの、発表したときに、うんはい 日本の記者だってね、いたんですけど、まあ、誰も別に聞きに来ないですよ。でもやっぱりドイツの記者とか、あの、インドの記者とか、アメリカの記者はやっぱり聞きに来て、まあ、あの、インタビューさせてくれって言われたから、インタビューに応じますし、われわれがこう、入手しているデータはもう、どんどん使ってくださいと。それでさらに分かるんであれば、まあ、いいわけですよね、それで。で、あの、このデータに関して言うとね、何が、あの、一番重要かというと、今、あの、政府の原発政策でも、 原発から半径30キロとかがね、一つの基準になっちゃってるわけですね、でもこれ見たら明らかに福島から300キロ以上離れた東京で、一時的かもしれないけど、やっぱ高い線量が記録されてるということは事実なんですね、であれば飛んでるわけですよ、そこまでね。だとしたら、福島県の問題だということでもない、ましてやその距離で物事が簡単に語れるわけでもない。 いたずらにです、ね、じゃあ、今、首都圏が危ないっていうことを言いたいわけではないですね、現にアメリカはです、ね、3月16日、あと当時で言えば、うん、あの事故から数日経って、東京からみんな退避勧告されて。うんうんうん それはやっぱりこういう数字があったからだと思うんですけども、でも、今はみんな戻ってきてるわけですね、であれば、われわれも別にいたずらに、東京が今危ないよって言いたいわけじゃない、だけど、それも含めてね、検証する対象なんだよということは、多分このデータから言えるという今おっしゃったそのデータというのは、アメリカエネルギー省のデータですね、当然ですね、ご存じのように、アメリカっていうのは非常に原子力を軍用で使ってきた国ですよね。だから いわゆる放射線についてのものすごいあの専門家を抱えてるわけですね、うん、だからやっぱり、われわれに比べたら、非常に精緻な調査をしてるわけですね、やっぱ驚くのはね、うん、本来は日本がやるべき、ですよね本当ですね、すかなんか、らアメリカはやってるわけですよ、これ調査をことやってて、ね。 そういうことも含めて、うんうん、やっぱりあの今、うん、はっきり言ってです、ね、うん、もうのど元過ぎちゃってるんですよ、日本はね。はい、ですから、どん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 原発が再稼働、まあ、それはそれでまあ判断あるでしょう。うん、だけど われわれはやっぱりその考えなきゃいけない、うん、その再稼働するにしても、うん、当時の事故がわれわれに突きつけた教訓は忘れちゃいけないですよね、ねこれは原発を推進する人だって、その言葉に抗えないはずなんですよ。すすこれ、本来ならば、これだけの,その高い数値が見つかっていたら、これ、関東全域で屋内退避ぐらいはしないとだめな,な、ね。 数値ですよね。だから、まずはその屋内、ね、外に出るな。あるいは、さらに言えば福島で、やっぱ18歳以下の人たちを対象に、やっぱ調査があるじゃないですか。その、まあ、甲状腺の調査とかね。別に首都圏でや っていいわけですつまり、やらなきゃいけないですよ、本来はね。つまり、あの時に雨が降ってればね、もっと深刻だったと思うんですね。放射性物質は残りますから。雨がね、やっぱり多くは降ってないんですよ。そういう意味では、大気中の流れとともに、流れていった可能性は高いわけですよ。ところが、やっぱりその、幼児とかですね、あの、言われている甲状腺に蓄積してしまう層がいるわけですよね、子どもたちが。その子たちにとっては、やっぱりこれは、 同じ状況を考えなきゃいけないっていうことぐらいは、うん、多分やったほうがいいでしょうね、このデータを見るからんう。うん 例えば僕ね、ちょっとかんぐってしまうんですけれどこの後ですよ、東京オリンピックが決まるのはね、うん、ですから、関東には影響なかったんだということを、政府はもう前面に押し出したかったんじゃないかなというふうに、このデータを見,見て、見させていただいて、ちょっとかんぐってしまいました私,は私もそう思います、時間も <laughs> それ以外の説も聞きたいですよね、<laughs> こんな話もね、<laughs> やっぱりなかなか、じゃあ、うん、大手の新聞がですよ、はい、書くか書かないんですよ、うんうん、なぜなら。うん オリンピックはあるからですよね、うん、なんかこうその雰,雰囲気とかね、うん、空気に水をさしたくないっていう、うん、そういうね、うん、やっぱあるんですよ、多分ね、ーねーとしか思えないじゃないですか、<ー>僕はそうじゃないならね、うんその、そうじゃない理由を説明してほしいですよ、<ー>僕<は>この調査報道が一つの、ねえー、きっかけになって。 あの何も風評被害をあおるわけじゃないんですよ、うん、ただ、この数値がなぜ隠されたのかということを、ぜひこれはです、ね、これが本当にあの、うん、データから読み取る事実っていうのは、常にオープンですから、誰でも読めるんですけど、うん、やっぱ本当に大事なのはそこだと思うんですよね。うん、まさにあの なぜ隠されたのか、あるいは意図的じゃなかったかもしれないけど、表に出なかったのか、これはもう不思議ですよね、どうしても国家権力というのは、不都合な事実というのは隠したがるんですよね、それをいかに掘り返して、われわれのもとに届けてくれるか、これが調査報道の役割ですね、本当にそういうことをやっぱりしっかりやらなきゃいけないということを考えますね。 まあそのためにまあ我々もやりますし、うん、他のジャーナリストの人たちともやっぱ連携していきたいというふうに思いますね。うん、はい、はい、ありがとうございました。ジャーナリストの立岩井一郎さんにお話を伺いました。続いてはこのコーナー10分で今を解説。 このコーナーの担当は、上田隆之アナウンサーです。はい、こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。今日は広がる AI ということで、人工知能についての話をしようと思うんですけれども、<ー>今日ニュースでですね、うん、c ーテックジャパン2 0 1 8というのが、千葉の幕張メッセで開幕したというニュースがあったんですが、はい、これ、あの、725の企業と団体が出展している最先端の技術展なんですね。中にですね、一つあったのが、 コンビニエンスストアの店員が、こう、バーチャルで、はい、はい、はい。で、取り付けられたカメラなどからお客さんの健康状態を読み取りまして、<ー>過去のその人の購入履歴なども照らし合わせまして、最適な商品、食品を進めるというものです。うん テレビで見ましたよ。店員さんバーチャルなんですね、ねもうね。今後はですね、そのコンビニエンスストアで、はい、その人のためのオリジナルのサラダをその場で作って出せる,なる、うん、ようになるところまで行くとか。 いいかなとすすごでよね人間の知的な振る舞いの一部をソフトウェア、コンピューターなどを使って人工的に再現したものが AI なんですが、自ら自分でどんどん勉強をしていくわけですよね、コンピューターの中で、どんどん発展していく、実用例を簡単にいくつかご紹介しようと思うんですけれども、有名なのは皆さん、お聞きかと思います、将棋の世界とか移動、チェスですよね。もう 圧倒的にうもう人間勝てないですよ <laughs>、うん、今ではコンピューターが開発した新しい手をですね人間の方が試しにやってみるとかですね<ー>、えー、そういう時代になってきていると人工知能って決められた条件とかルールの下で最適な答えを迅速に出すのが得意だと。 あそね。うん他にタクシーも AI が活躍し始めている分野なんですね。うん、えっすこれ、NTT ドコモが開発しているそうなんですが、うんえ、どの時間帯にどこからお客さんを乗せて、どこに降ろすかという膨大なデータがありますよね、はいはい、でそのデータからお客さんのいそうな場所を、今現在から30分先までの間で予測しまして、うん、運転手さんにオンラインで配信します。 これまでドライバーの方は、なんとなく長年の勘で、この時間帯はこの辺を走ってるとお客さんが捕まえられるんだよなそういうことを考えながらきっと流してらっしゃるうんですが、今はもうコンピューター解析で、人工知能が今はこの辺を流すといいですよ、お客さんいますよ、お知らせをするようになっています。 AI 乗り合いタクシーというのの実験が行われたのが鹿児島県の肝付町というところなんですね複数の利用希望者の方がアプリで、うん、こう携帯電話とかタブレット端末のアプリケーションで乗りたいです、はい、どこどこに行きたいですというふうにしますと、うん、走行中のタクシーにどの人とどの人が乗り合うのかでどの順番でその人たちをこうピックアップしに行けばいいのか どのルートで行けば待ち時間を減らせて、効率よく目的地に着けるのかをルートを提示しそんなことまで,できるんだ運転手さんの方が、これ、10人乗りの車などを使ってやってたそうなんですが、うんこう、バスとタクシーの中間のような、しかも確実に最短ルート、ーいいところをこう探して、ですね効率的に運んでくれると。 そういういシステムがあったそうです、うん、バスだったら決まった道しか走れないけれども、それいいですよね、うん、いろんな道行けるわけだからこの肝付町に取材をしますと、うん、やはり続けてほしいという声が多く聞かれるようになっていて、ね、今これを実用化するかどうか、うん、これから考えていくという段階なんだそうです。うん、もう一つ変わっているのののはですね、はい、保育所の入所入者選考<え> <laughs> <laughs> 家族構成とか、親の働き方とか、各家庭の事情が違いますから、うん、まあ自治体などでは、こう、家庭から、こう、要望があったりももちろんしますので、それもまあ家庭それぞれですよね。うん、で、えー、ま、点数化して、誰をどの保育所に割り振っていくかをこう決めるという作業をするわけですけれども、なるほど香川県の高松市で、まあ総務省の補助金も受けまして、導入、AI の導入が決まりました。うん これまでは4人の職員の方が1月下旬からしはですね、もう深夜まで残業して、<わ>かかりっきりで選考してきました。そうなんですね。うんうん、新規に希望する子供さん、年にだいたい2300人いるそうなんですが、これを100の施設に割り振る選考ということで。はい、これ、えー、来年度に入りたいという募集をされてきた方から AI を使ってみようということになってきました。うん、これ、割り振りが数秒で終わるそうです。<laughs> んでえー、このちなみに来年度入賞分はこれまで同様人のバージョンと AI バージョンと両方で結果を照らし合わせるそうなんですがうまくいきましたら再来年度。 お入所希望分からもう AI に一本できればというふうに考えていると、高松氏は話していますすいええそれにしても、保育所どこになるかって重要な決定じゃないですか。あの AI のせいでとかってクレーム来たりとかないんですか今のところはまだないということなんですね。うん、それはなぜかというと、保護者の方と面接をしたり、うんうん、それからこの家庭は何点という点数化をしていく作業というのは、これまで通り人が行うと。 いうことで、その結果をもとに割り振っていく作業のみを AI が担当するということで、えー、高松氏はですね、まあ、空いた時間を使ってそこから漏れてしまった人たちのケアをどういうふうにするかということをやっていきたいというふうに話していました。まあ他にもですね、医療分野、これゲノムの解析とか、もういろいろなこと使えますよね。難病の治療のおに役立てたいとかですね、あとは画像、病理診断、 精密な血液検査とか、こう、医療の分野でも AI を活躍し始めてるわけですよね。はい、それから政治分野も AI が進出する対象だということで、うんうん、アメリカの人工知能の権威の一人のベン・ゲイチェルさんはですね、政治家が私利私欲に走って偏見があるために、そういったもののない人工知能が公正な意思決定を下すという時代が来るはずだと。 いいですね膨大な例えば公文書を解析したりデータを収集してこっちのほうがいいんじゃないのと政治家にとって不都合でも国民に利益のある資料の洗い出しこういったことに寄与してくれるのではと合理的で公正な判断は AI の得意分野だと言われているわけですね AI の問題点なんですどそれをちょっと聞かせてください。スティーーブンンホキグ 博士くなりましたけども、うん、物理学者の、はいまあ、AI が完全に人間の代わりになるというような時代が来ることをやっぱり恐れているというような話があって、うんはい、ちょっとこう人間を機械が追い越してくるということを考えると、うとうん、若干 SF のような話でまあ怖いなということもありますよね、それ以前に例えば我々最近言われているのは、うん、多くの仕事を AI に奪われるのではないかという,う心配をする人もいらっしゃると思うんですが、うんはい、ちょっと違っ た側面から指摘をしている人がいます。はい、それはコロンビア大学の経済学者で2001年のノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツさんという人なんですが、はい、イギリスの新聞ガーディアンの取材に対して、AI が失業を増やすかどうかは単純には言えないと。うん、それはなぜかというと、例えば医療の分野では AI が MRI 画像の自動チェックをしてくれるようになって、ここが悪いよというふうに言うのを見つけてくれるようになっても、それは放射線技師の方の仕事の一部分に過ぎないからと。 それより大きな問題は、うん、一部の巨大 IT 企業が AI を武器にユーザーの情報を独占していることなんだと、うん、検索結果とか、ネットでの買い物履歴とか、SNS でのやり取りなどから収集されるデータを解析して、膨大なデータをこう取得してるわけですね。そ、うんうん、そううすするとと顧客サービスにそれを使いますよといまよ 一面もあるけれども、それは一元的に過ぎなくて、はい、でも私たちにとっての不利益、企業にとっての利益にそれが使われてますよと。 かつて独占企業というのは価格を釣り上げて膨大な富を得ていって、はい、まあそれはダメですよということになったわけです、ねうんうん、けれども、うん、現在のその巨大 IT 企業というのは、個人情報を独占利用することで、ユーザーの消費行動を把握して、それをコントロールしようとして<ー>で、それにはやはり政府とか、それから企業とか、うんテクジ、テクノロジーの悪用を防ぐための対策をしっかりこう打っていかないといけないと。うん うん、いうことを話していまして、うん、この AI の、上手に管理できてこそ、人のために役に立つんですそ<う>という話になってましたなんか、ちょっと怖いな、<laughs> まだね <laughs> <か> <laughs> もうすでにですから、<laughs> そういう意味で言うと、われわれが少し機械にこう操作されるような時代は、もうスタートしてるんじゃないかという気がしてきましたね。ししっかかりとした対策を僕ららの方から考えて,いって で機械の暴走というか、うん、権力者の暴走という、うん、経済的に有利な人たちの暴走をなんとか止めなきゃいけないのかなっていう気が、今回調べていて感じましたね。はいということで、10分でで今を解説でしたニュースのラジオ、今日もたくさんのメッセージが届いてます、はいえー、まずはですね、うん、ペンネーム、まこちゃんさんからです。はい 東電福島第一原発事故で日本政府は放射線量の情報とデータ,を事実データの事実を隠蔽していまだに公表をしていないという立岩さんのお話ですけれど、うん、そもそも事故当時の政府はスピーディーで放射性物質で汚染されている場所が事前に分かっていたはずなのに、うん、発表をすると国民がパニックになるからなんて理由で情報を隠蔽したせいで。うん 高濃度放射性物質で汚染された危険な場所に避難をした人たちが被爆をしました、ね、政府と内閣にとって都合の悪いことを発表しないのは絶対におかしいと思います本当そうですよねそしてですね、はいえー、ラジオネームオロチさんです、はい、多くのマスコミは政府や 広告を出してもらっている大手企業に対して批判しなくなったように感じます。う 一般庶民とともに政府を監視し、政府と対峙していくのがマスコミの役割だと思います。うん、記者のレベルも下がっているのかなと、うん、心配の声も届きましたけれどそうですね、うん、ジャーナリストの役割っていうのは、権力の監視なんですよね、一つはね。うん、で、えー、それをもう放棄してすり寄ってしまってるケースっていうのが、やっぱり多いですよね。でもう一つ、ねうん、少,数少数者の意見を こう汲み取っていく声なき声を代弁することも、これ、ジャーナリストの役割なんですよね、うん、あの多数派の意見ばっかりがこう聞こえる社会というのは、これは健全な民主主義国家ではないと思うんですよね、うんうんまあ、メディアの側がそういった意見も拾うことを意識すると同時に、そういった意見を持っている人が発信を強めていくということも大事かもしれないですね。うん うん、立岩さんもお話の中で権力を持った人にメディアが近づきすぎていると感じているとおっしゃってましたもんね。<え>さあそしてラジオネーム、ラジオ日和さんからです、はい、世界の紛争地域や危険な場所で命がけで報道記事や写真を伝えるジャーナリストの方々には頭が下がります。し、うん、しかし日本の報道機関が 番記者として役所や警察から伝えられたことをそのまま報道する日本の報道機関はジャーナリストと呼べるのでしょうか。うん、その内容を鵜呑みにしている国,は国民はある意味情報操作されているのかなと時々疑,疑問に思うんです。うん 確かにそうですよね。今だから権力者、まあ、えー、国家からのその発表、それを素直にもう受け入れて、右から左に流してしまう記者がやっぱり少なくないですね。しかし現場に行けばですね、記者たちもやっぱ言い分があって、だんだんと数が減らされているんだと。 いうことなんですよね。これまで五人で担当してたのが、三人に減らされた。うん、だから、どん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 それをもう報道しないことには、あの、たじっていかないという声も聞かれるんですよね。うん、そうですね。はい。そして、もう一つ紹介しますね。はい 最近、フェイクニュースが飛び交いすぎて、うん、何が本当で何が嘘のニュースか混乱しています、うんはい、ネット上のニュースは半信半疑で見るようにしています、うん、やっぱりそれを見抜く目というのはあの現場の匂いがするかどうかそしてあの泣いている人の横に立って報道しているかどうか傷つけているニュースはそれは私はフェイクニュース絶対騙されてはいけないなというふうに私は思いますけどね。うん ナニワファイターズさんありがとうございました。はい。えここまでのお相手は私矢野博と加藤夏美でした。ありがとうございました。したありがとうございました。